毛利元就も憧れた尼子常久の生涯について。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり紀行は尼子常久について紹介していこうと思います。豪商と呼ばれる武将は数多くいますが、その中にはマイナーな人もいます。ですがそのマイナーな豪商の中でも流浪の身から十一角大使と言われるぐらい大大名となったとんでもない経歴を持つ武将がいました。今回はそんなマイナーだけどすごく強くて、あの毛利元就も影響を受けた尼子常久について紹介していきます。苦労した若かりし頃、尼子常久は応仁の乱より9年早い長禄2年、1458年に出雲守護代の尼子清貞の嫡男として生まれます。守護代の嫡男だから順風満帆にことが進むと思いますが、そうはいきません。家督を継いだ後、応仁の乱のどさくさに紛れて権力基盤を盤石にしていくが、それがあだとなり守護の京極氏や出雲の国人から攻められ守護職を剥奪され、合算戸田城から追放されます。しかし完全に地位が消えたわけではなくて、出雲の国人と戦うなどある程度の権力は残ってました。そして明応9年1500年には宴会のどさくさに紛れて合算戸田城に攻め入り大勝利を得ます。常久は鬱憤を晴らすために敵方の家族の首を戸高藩にさらすなど、ちゃっかり心が小さいことをします。それでも常久は合算戸田城を取り返し、さらに京極家と仲直りして守護代に返り咲いたのでした。めでたしめでたしで終わらないのが尼子常久でした。その後また懲りずに三沢家などの国人を従え権力基盤を固めていき、出雲を支配していきます。それどころか出雲での京極家の影響を完全になくして、代わりに出雲守護になるなど、ちゃっかり下克上を成し遂げています。しかし尼子常久はまだ出雲半国ぐらいを治めるへっぽこ大名レベルなので、調子に乗るとまた潰されかねません。この当時は中国地方は山名家と大内家の大名が牛耳っており、特に大内家は応仁の乱で貢献をして、さらに日民貿易での権利を完全に握り、当時の本拠であった山口県周辺は西の京と言わしめるほど栄華を極めていました。尼子常久も当時は大内家に従って上洛して、大内氏と一緒に細川家と戦ったりしていました。山陰の大守へ。ただし大内の犬で終わるほど尼子常久は弱くありません。出雲の国の問題が片付いたら、大内氏の領土であった安芸と石見に侵攻を開始します。その時安芸侵攻を命じられた一人の若い国人がいました。その人が毛利元就です。毛利元就は鏡山城を攻めろと命令を受け、見事にその期待に応えて鏡山城を落とすことに成功します。しかし尼子常久はその見事な手際の良さに恐怖を抱き、毛利家の家督相続に介入します。その結果尼子常久と毛利元就は仲違いして大内家についてしまいます。さらに反乱を収めるよう命令した長男が兵士を鼓舞するために笛を吹いている時に矢で討ち死にしてしまうというギャグ漫画のようなあっけない最後を迎えてしまいました。ちなみにその後討ち殺した桜井家率いる将兵は全員皆殺しというとんでもなく器の小さいことをします。おお怖い。しかしこの仲違いと長男を失ったことが尼子家が滅亡する原因になるのはもっと後の話。そんなことは置いといて、常久は大内家の領土をどんどん攻めていきますが、そううまくはいきません。今度は山名家と敵対関係となってしまい、大大名である大内家と山名家に挟まれるという、信長の野望だったら即刻リセットするレベルぐらいのピンチに追い込まれます。しかし常久は山名家に対して鬼畜の所業をします。それはとある朝のことでした。いつも通りの朝を迎えた山名家、よし尼子をぶっ飛ばすぞと気合十分に窓を開けたら、そこには焼け野原となった山名家を治める蜂起の国の姿がありました。
さらに伝令は目が飛び出るほどにとんでもないことを言いました。米子城から矢橋城が一夜で落城したらしい。そんなバカな、との具合で常久は大英の薩摩崩れという戦いで法輝の国を手中に収めました。山名家は泣いていいよ。いや本当に死ぬまで傍聴、死んでも傍聴。その後11カ国大使と言われるほど広大な領土を手中に収めましたが、三男の吉佐が常久に領土の過剰を却下され謀反を起こします。その後すぐ鎮圧されますが、お吉佐は将来に絶望して逃亡先の備後の国で自害してしまいます。これによって長男に続き三男まで失ってしまいます。そしてその後もう70歳後半を超えてもう時間がないと判断した常久は孫の春久に家督を譲ります。春久は常久に劣るものの石見銀山を奪取して、後に幕府に中国守護と言わしめるほどの繁栄を築き上げますが、この春久がとんでもない大ポカをしてしまいます。なんと毛利元就がいる吉田郡山城に3万の大軍勢で攻めたのです。どこが大ポカやねんと大思いの方もいると思いますが、相手はチート武将毛利元就。生半可な気持ちで攻めたらとんでもない目に遭います。もちろん常久はそれを十分よく分かっていますので、是が非でも行かせないようにしますが、戦をよく知らない春久は父の意見を無視して攻めてしまいます。そして案の定3000の軍勢にボロ負けしてしまいました。その直後合算戸田城に攻めてくる大内毛利連合軍に頭を悩ませながら84歳で生涯を終えました。しかし話はまだ続きます。天子家はリーダー的存在を失い、さらに大内毛利連合軍4万5千が合算戸田城に攻めてきました。これで天子家も終わりかとなると思いきや、戦は思いもよらない展開に傾きます。大内毛利連合軍は天子軍のゲリラ戦法に苦しめられ、さらに周辺の国人たちが次々と離反してしまい、大内毛利連合軍は総崩れ、大内家は嫡男を失い徐々に没落、毛利家は命からがら逃げて吉田郡山城に帰ります。この時毛利元就は自害を考えたほどに追い込まれてました。もしかしたらそのゲリラ戦法も、攻めてきたら国人たちが一斉に離反したのも、全て常久の策略だったりして、その後天子家は春久の下で最盛期を迎えて8カ国を治める大大名になりましたとさ、めでたしめでたし。天子常久の素顔、傍聴傍聖と謳われた人ですから、家臣にとんでもなく厳しかったんじゃないのと思いの方も大勢いるはず。しかし常久にはそのイメージを覆すとんでもない面白いエピソードが。天子常久はとんでもなく物に関するこだわりがなく、家臣、この着物綺麗ですね。常久、ならあげるよこの着物。家臣、え、みたいに褒められたら即あげるというとんでもなくありがた迷惑なことを繰り返していました。それを見ている家臣も、さすがにこれ以上もらったら気まずいし、かといって褒めないのもあれだし、という状態に陥る事態に。そこである家臣が、あの庭の松の木とても綺麗ですね、さすがに松はあげないかと言い、他の人もそう思っていた矢先、常久は庭に出て家臣にあげるために松を掘り返し始めたではありませんか。さすがにそれは家臣も止めに入り、結局松の枝をもらったというお茶目な一面も。また絵もうまくて、上の肖像画も自分で描いたと言われています。まさに文武両道ですね。まとめ1、最初は調子に乗ってしまい守護職から追放された。2、しかし合算戸田城を取り返し、京極家から出雲守護を命じられて復活した。3、常久は大内家山名家に挟まれながらどんどん領土を増やしていき、11カ国大使と言われるほど広大な領土を手に入れた。4、晩年は三男の謀反、孫の失敗によって天子家滅亡の危機に瀕した。5、
褒章ながら文武両道であり、褒められたら家臣にあげるぐらい物の執着がなかった。その後天子家は毛利元就によって滅ぼされます。しかしそれでも中国地方に派を唱えた常久は亡政と呼ぶにふさわしいと思います。もし島根に行く機会があれば、ぜひ天子常久のことを思い出していただければ常久も嬉しいと思いますよ。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画ももしよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。